はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい、ということで、本日はですね、マナダイバー初の動画になってるんですけれども、マナダイバーね、いろいろ試した、ま、いろいろというか、ま、二つなんだけど、リバイアさんミニステル、マジで強くない？これめちゃくちゃパワー感じてて、まあ、次の古戦場とかでもなんかあり得るんじゃねえかっていうぐらい圧倒的なパワーを感じたんで、ちょっとこちらの方を紹介したいと思います。まあ、比較としてやっぱ挙げたいのがこのバハムートミニステルなんだけど、バハムートミニステルがなんかあの木村さんかな？すごいなんかパワーありますよ、みたいな感じで言われてたんだけど、蓋を開けてみるとね、消費奥義ゲージ 75% っていうのが結構きついなぁと正直思っちゃってて、どちらかというと使いやすいなっていう風に思ってんのが、リバイアさんミニステルだったね。まずじゃあちょっとバハムートミニステル行こうか。バハムートミニステルは通常攻撃時に奥義ゲージ 75% 消費できる場合消費して、ターゲットに関わらず8回持続性ダメージっていうのを与えることができます。で、サポート効果が自分の奥義性能アップっていう風になってるんだけど、こちらの方、まあ、まず自分の奥義性能アップっていうのが、まあ、ちょっと使いづらい部分がありますよね。まあ強いんだけど、実際行ってみましょう。で、刻印が3以上の場合において、よいしょ、刻印が3以上の場合において奥義ゲージを 75% 消費して、アビリティダメージのぶちかましを行います。いけい、はいはいはい、579万ダメージ。主人公が出すにしてはかなり、優秀なダメージになってないですか？そう。めちゃくちゃ優秀なダメージが出るので、まあ、で、さらに主人公が奥義を打たないから、奥義演出とかもないし、スピード的にかなり優秀そうな感じがするよね。で、奥義性能が高いっていう効果を持ってますので、チュチュチュン、チュイーン。まあまあ、こんなもんすよ。で、ああ、なるほどねっていう感じで思ってて、思ったより奥義ゲージの消費量が多いな、これだったら厳しいなって正直思ってたんだよね。なんだけど、こちら、リバイアさんミニステルっていうやつがマジで優秀で、なんでかっていうと、こちら、奥義ゲージ消費が 30%。まあ、ただしダメージが低いんだけど、ターゲットに関わらず6回持続性ダメージ。持続性の攻撃が付与されている時。で、敵全体に溺水効果。まあ、溺水効果っていうのが余ダメージアップですね。で、サポート効果が自分が溺水状態の敵に対して持続性追撃効果っていうのがついてます。はい。まあ、ちょっとじゃあ実際にやってみましょうか、動きとして。これで、こうするんだけど、刻印がついている場合、奥義ゲージを 30% 消費して、ぶちかますことができますと。で、奥義ゲージが 10% でもバハムートミニステルと同じように、最終奥義ゲージが 30% 以上であれば行動を行います。実際に行きます。はい。はい。ほら。450万。が、奥義ゲージ消費量 30% で行えます。今2回行ったのは主人公が再行動ついてたからですね。バハムートミニステルは奥義ゲージ消費量が 75% だったので、TA2 回で初めてできたんだけど、こっちは奥義ゲージ 30% 消費。だから、トリプルアタックしたら 37% 増えるので、連撃するだけで、TA するだけで、アビリティダメージを発生させることができる。で、かつ、この受けるダメージが上昇している状態っていうのを付与できるから、他のキャラクターにもアシストをかますことができるんだよね。これマジで強くない？だからデバフをぶちかました状態で動いた場合、はい。ほら。強くない？これ。これめちゃくちゃ強い気、めちゃくちゃ1000万。これで1000万よ。強くないか？で、さらに、バハムートミニステルは条件として、刻印3っていうのが必要だったんだけど、こっちは、ね、刻印が付与されているっていう条件なので、その条件的にも高くないですよね。条件も難しくないし、なんかこうやって動けるっていう風に考えると、なんかめちゃくちゃ優秀な感じがする。で、これで、今、ナイアルラトホテップを使ってたんですよ。なんでかっていうと、バハムートミニステルのために、刻印を貯めたかったから。でも、例えばこれって、主人公をベルゼバブにすることもできるんだよね。これで、主人公を、まあ、ベルゼバブにした場合、おい。
うい、刻印こそ1落ちるんだけど、そんなの関係ないよね。ほらいいダメ出てますね、あなた。多分これ余ダメージアップの効果量の差なのかな。多分余ダメージアップとかが乗ってない場合だったら、バハムートの強さを顕著に感じることがあったのかもしれないんだけど、もし余ダメージアップ系統がゴリゴリ、まあ、今回の場合であれば俺はペイン&ストレインと、まあ、アゴナイズの2本をぶち込んでるんだけど、ここら辺でアビリティダメージが発生したら、アビリティの余ダメージが30万追加されるんですよ。だから、まあ、リヴァイアさんって攻撃回数が6回と結構悪くない攻撃回数になってるから、そのあたりでバハムートとの差がちょっと埋まってんのかな。バハムートミニステル8回だけど、まあ、ゲージ 75%、 まあ2.5 回分よ気持ちね、 2.5 回分と考えるとリヴァイアさんミニステルの方が優秀なんじゃねってことで、すげえパワーを感じたんでお試ししていきたいと思います。はい、ちなみになんだけど、ハルマル、デキ水効果って、ハルマルとも組み合わせられる。うん。デキ水効果は、ハルマルとも組み合わせられて、ちょっとじゃあ実際にやろうか。これで、じゃあデバフかけます。うん。これでちょっとじゃあ様子見てみましょうか。アビリティダメージ見ますね。はい。450万。デキ水ついた状態。480万。480万で覚えてください。480万、うん、1000万。480万、1000万。だったんだけど、480万、1000万。500万。500万。うん。こうやって、敵水効果と、1000万。敵水効果と、ハルマルの3アビって、効果が、同時についてくれるから、なんか優秀な感じがしたね。はい。まあ、そんなことは置いといて。じゃあ、ちょっと実際に蓋を開けてやってみましょうか。うん。まあ、今回ちょっとやりたい、リッチョのサポアビ振ろうかな。リッチョのサポアビを振ることによって、はい。はい。リッチョのサポートアビリティを振ることによってですね、なんと、防御力を上げることができるのです。これにより、全体の耐久性能を上げながらも、装備構成はこちら。アビリティ余ダメージが20万。余ダメ10万。ダメ上限 20%。特殊ダメ上限 7%。アビダメ上限 100%。これはもうアビリティダメージ特化のね、バケモン構成ですよ。はい。バケモン構成。主人公はフリーなん、召喚石もフリーだしね。この召喚石構成マジでマグナでもいいか属性でもいいし、マグナでもいいんだけど、めちゃくちゃではある。ただ一つ言えるのは、こんな構成でも強そうだよね、普通にね、うん、ということで、じゃあこちらの方でやってみたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょうか。誰縛こうかな。まあメタトロンにしましょうか。よろしくお願いします。いいですね、行きましょう。で、今回は後ろに、あれを採用しました。ドラゴン、フォルテは刻印の数に応じて味方全体のアビ性能アップ、かっこサブメンバー時でも有効なんだけど、主人公がマナベリで刻印をばらまく効果を持ってるので、まあ、その刻印ばらまきおじさん、お金配りおじさんみたいな動きができるから、そこら辺を考えるとね、あれだね、刻印の性能が上がるっていうのは優秀なポイントっす。はい、優秀なポイントなので採用しました。トリプルアタック、敵水効果、トリプルアタック、ほほー、いいダメ出てますね。これいいダメ出てんじゃないの。だってこれでさ、これで奥義を打たずにさ、とんでもない性能でこのアビリティダメージ発生させられるから、いや強いよね。しかもなんか奥義ゲージ的な意味で言う、なんか CT 的な面で言うても、そんなにリッチョと相性がいいな。まあリッチョも組み合わせてあげれれば CT 吸収があるから、うん、
なんか割と無駄なく敵の CT 吸い込んで次の特殊技に行くシーンぐらいまではいけそうな予感がしますね。はい、あでもこれ奥義打っちゃうな。奥義ゲージ上がって奥義打っちゃうけど、これどうなっちゃうのかな。私ハルワタート、ボン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 、アムルダード、ボン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 、これで奥義をぶちかまし申して、おいおいおい、奥義をぶちかますと、あもちろん奥義ゲージが消費できないので、まあ、ちょっと大変な感じだよね。そのだから主人公の連撃って大事な気がする、こうやって見てみると。うん、トリプルアタック大事。トリプルアタックすると溺水効果をぶちかますことができるから、うん、まあ主人公の連撃率とかもなんかちょっと大事にしてもいいかなって思う感じはした。はい、これで通常攻撃、はい、トリプルアタック、おいおいおい、はい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 、スバル、ドーン、硬いなリッチョ硬かったな今見たけどリッチョの硬さを感じました。さあこれでトリプルアタックぶちかましまして、ポポポポポン、溺水で他のキャラクターにアシストをかけながらも 50% 突入、早くない？早いんじゃないか、いいですわぞ。これでケイオスタイド 49%、 特殊技を食らう、おいピーン、まあ、リッチョに飛んでこようが全く関係ありませんがな。さあここからいいですね、6ターン目なのでアビリティが上がっております。ただちょっとね問題点があって、あのマナダイバーってワイルドマギカのターンがちょっとねずれるんだよね、 CT 級だから。で、あのワイルドマギカって奥義ゲージ 50% 消費しなくても、消費しなくても打てちゃうんだよな。だから9ターン目の動きがちょっとランダム要素あるね、これはちょっと問題点。1ターン目は綺麗に動けんだけど、ワイルドマギカ、うん、2回目以降のワイルドマギカはなんか思った以上になんかいい感じには動けないなっていう感じはする。これで、特殊技を食らい申して、ブン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 、敵耐心アップかなり仕事するな、リッチョかなり吸ってくれるね。不使用の再臨効果がついてる最中は敵耐心アップ防御アップがついてんだけど、それによってなんか敵耐心アップの恩恵めちゃくちゃ感じるわ。いや敵水強いぞこれ、わおわおわお、2回打ちまして、おい、バギーン、ゴーストマーチぶちかまして、安定の1000万ダメージ。まあ、でもさすがに、あ、HP、奥義ゲージ 50% ある。ワイルドマギカの効果が発動してしまうんですね。てんてんてん、ズドドドド、てんてんてん、ズドドドドドド。おい、スローは入らないよな、確か。虹。フィッシャーズ虹。いや、マジで吸うな。え、なんかこれ LB 振った方がいいわ、リッチョ。リッチョの LB 振ったことによってなんかめちゃくちゃ安定感増してる気がする。さあ、6砲の悟り。あ、これは終わりですね。7% 削れるだろ。いけい。スイスイスイ。いけい。からの、パーン。からの、はいはいはい。はい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 。さあ、これで特殊技飛んでくるんだけど、安心してくださいと。あ、やべ。リッチョが落ちたら話が。いや、いけた。シスのパワーがあるから。シスのパワーももちろん、溺水効果によって上がっております。ありがとうございます。はい。結構強か、今の強かったくない？普通に。4分52秒。どう？フルオート4分52秒。早い気がすんだけど、どうなんですかね？待って、これ。主人公、リッチョ以上にダメ出てんだけど。主人公がリッチョ以上にダメージ出てることある？なかなかないけどね。こんな強くない？普通に、まあ、アビリティダメージはさすがに負けてるけど、それ以外の部分だって奥義回数も少ないからタイム的にも早いし、ダメージもすごい早いし、これかなり可能性感じたな。うん、
マナダイバー、サポートアビリティでね、浴びだめ、味方全体の浴びだめ性能アップっていうのもあるから、まあ、このあたりも込み込みでね、なんかぶちかませそうな予感がする。EX アビリ、フリーアビリティとかもね、またちょっと調整が必要かなっていうふうに思ってんだけど、まあ、ワイルドマギかどうするかとかもそうだし、うん。まあ、他に入れてもいいからね、オーバートランス。ブラックヘイズも使えるし、ブラックヘイズも使ってもいいし、まあ、なんかいろいろ、レプリケーションキャストも使ってもいいよね。うん。まあどうにかどうしようかなっていう感じなんですけど、まあいろいろ幅があるんで、なんかありだと思いました。まあただし、マナベリに関しては俺はリヴァイアさんミニステルが、パッと触った感じは優秀そうな感じがしたね。他取ってねえけど他はまあいつか取ればいいやと思って取ってねえけど、まあバハムートよりもリヴァイアさんの方が強みを感じたな。うん、持続性の刻印付与されている時っていう条件はあるけどね、これは可能性を感じる。周回にも使えそうな気がするね、これは。はい、という感じでございました。まあ、マナダイバーとりあえず1本目の動画でした。皆さんもなんか強い構成あったらコメント欄で教えてください。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。